おはようございます、仁淀です。今日は11月の25日土曜日、昨日注文しといたラジエータードレンコック、ドレンコックパッキンオーリング、今から共犯に取りに行きます。今は茨城県牛久市田宮の交差点ですね。国道6号線田宮交差点過ぎたところです。今日本当は遊びに行こうと思ってたんですけど、明日の仕事がどうしても出てほしいということなんでね、今日はちょっと準備とかもろもろしながら体を休めて明日に備えようと思います。ただいま4足1300回転ぐらい、47キロです。
こんだけ天気いいとちょっと筑波山方面にでも行って、何でしたっけ、あのパープルラインとか通って通りたいななんて思いますけどね。これは月曜日か、月曜日あたり行こうかな。帰り反対が混んでますね。そうでもないのかな。混んでますね。WGM1 で今撮影しているんですけど、連続25分以上が録画ができないっていうことになってるみたいで、それのチェックを兼ねて今ちょっとダラダラと撮ってるんですが、このまま撮影続けて25分経ったら切れるのか切れないで、まあ、次のファイルになっていくのかどうなのか、そういう確認もちょっとしたいんで、どうなるのかを確認するためにちょっと撮ってます。特に意味のある動画ではないんですが、ただひたすら国道6号線を走っているっていう絵ですね。
かもしれませんが、冬の茨城県はどうしてもなんかこう茶系と一色になるっていうね、そういうのがあって、空気が澄んでて山とかすごい綺麗なんですけどね、どうしてもね、もう田んぼの稲刈り終わって、ね、夏とかその辺はね稲が緑色ですごく綺麗でね、あれなんですけど、もう稲刈りして茶色の土が出てたり、今正面の山それを茶色ですしね、もう茶色、茶系統一色になっちゃうんですね。それがちょっと残念ですけどね、まあ、車で30分も走ればいい景色のとこやとことかにね行けますんでね、今まで住んだ中では一番気に入ってます。ありました。25分経つ前に着いちゃいそうですね。部品茨城京阪到着です。着いちゃいましたね。ちょっと帰り渋滞の中突っ込んでみて撮影して帰りたいと思います。